わかんない。俺待って、でもさ、俺さ、バースト武器超得意だった時代あったんだけど、なんで得意だったんだろう。俺もさ、全部ワンマガみたいな時代あったんだよ、バースト。どうやって俺打ち合ってたっけな、ちょっと思い出したい。思い出すわ。どうやってやってたんだ、あれ。そう、本当に、もうバーストの化身みたいな時あったんだよ。時代、いつだったか忘れたけど。4.0 の、あ、だそうだよ。だから同じだ。そうだよな。あ、そう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 。フラウラーネメシスっていう中で、あの、ヒューズっていうの意味わからん構成でやってた時があって、まあ、意味わからんつっても、あの時は本当に理論値だった。あの、一番強かった。あの、ネメシスで128って入れたら、あの、ナックルクラスターバーンってぶち込んで、みたいな。違うだったんじゃん。自分で忘れてんの、どっち使ってたか。そういうこと。自分で使ってるデバイス忘れちゃうのやばいでしょ、俺。ショットガン、ボルトがない、弾でないとか、ショットガンが弱い根本の原因の一つだと思うから、そう。俺、マジでそうだと思うよ。あの、本当に依存しすぎなんだよね、ショットガンボルトに。しかも、つけても、あんまだしね。かなりね。そう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 、プラウラー2倍時代。そう。ニューキャッスルプラウラー2倍スコープっていう、なんかやば構成。しかも AR の距離をプラウラーで撃ち合って殺すっていうね。50メートルぐらいのやつをプラウラーでワンマガするみたいなのあったからね。あの時すげえ得意だったんだけど、どうやって撃ちたんだ？そう、すげえ得意だった。あの時は。なんかもう、負けなしだった。遠距離撃ち合いは絶対負けなかったね。最近はよく負けるけど。自分の好きなものは知っているわ。どうやってそれを手に入れるかもね。よし、体で合わせたんかな。いや、わかねー。どうやって全部殺してたんだ。なんでバースト得意だったんだろう。本当に本当になんで得意だったんだろうな。気になるな。何をもってして俺は得意になったんだろうね。かっけえよこれ。ああ、来てしまった。ぶっ壊れ武器が。敵が近くに着地したわ。ああ、でもね、なんかね、ネメシスとかはあんま変わってないじゃん。おお、いけた。いたー。え、そんな溶ける俺。マジかよ。聞こえねえって言ってんだ。さあ、なんだこのゲーム、音聞こえねえ。本当に聞こえん。さっきから裏から破壊されたことばっかなんだけど、もっと大音量流してくれませんかね。あ、外した。クソ。次のリングに入ったわ。円形のものには心を落ち着かせる力。敵を倒した。敵をつかめ。見失ってる。敵を倒した。シールドをリチャージする。アップグレードって新鮮な気分だわ。いや、やっぱでもやっぱ大きい M なのかな。やっぱり若干リコイルというか若干微調整の横ね、大きい M っぽいのかな。もう殺しに来たね。体力12ぐらいで、すごいわ。レベルアップしたわ。次はアップグレードね。なかった。あの、もう無反動だった、あの時は。本当にマジ無反動だったね。まるでヒーローね。あれ、まだいんのか。お、でも敵いる。敵が私の近くに着地した。
を撃破。お、ネメシスあるじゃん。これはね、俺練習したいんで持っておきます。おじゃーん。やっぱ、トラッキングじゃなくて、オキエームからの、みたいな感じなのかな。え、なんでこれ登れないの？アタリストです。おりちゃーん。シールドをリチャージしてるわ。うん、なんだかんだね、悪くねえよ。だけど今俺が直面してる問題はそれではない。どうやってバースト武器使ってたっけっていうなかなか深刻な問題に。パボック鍛えすぎてバースト打てなくなるっていうね。なんか前の方がマジワンピック性能俺高かったんだよな、絶対。いきます。お、モッドジェーン、いいね。こいつ殺しすぎるとバンされるらしいんでね、気をつけてくださいね。誰も私を止めることはできない。リングはすぐそこ、まだ30秒あるわ。玉の毛はね、治ってないね。シールド。敵を倒した。治ってないとか、多分なんか、しょうが、あ、いや、治ってんのかって話をどっかで聞いた。治ったのか、ワンちゃん。なんかあんまり困ってないな、俺。今のボットです。って思ったけど。あれ、言われてみれば困ってないぞ、そんなに。なくなったか。赤いの出てなくない？そんな放置マクロか。これなんか俺あんまり困ってない気がする。今の赤い出てたか。出てないよね。え、あと今肉まで入ったもんね、今。まあ言われてみれば変な湧き方しない理由それか。なんか今日ハーンって言ってるの全部裏取りだけだから。あら、もしかして来た。俺なんかあれだな、音がビチビチ言うから敵いるかと思ってよ。おー、びっくりした、敵か。もうなんかあんま困ってないというか、少ないな、全然。遠距離だね。それじゃあ右を倒していく。力がある。レプリケーター起動中。レプリケーター接近中。うまくクラフトしたいわね。愚か者にしよう。え？俺の存在に気づいていない？あ、いや、赤い出てんな。敵を撃破。 FPS264 だね。防御を砕く。シールドを砕いた。敵を倒した。シールドをリチャージする。おお、残機ありが結構多いな。あ、OBS か。OBS は264にしてない。誰も私を止めることはできない。のシールドを砕いた。こいつ強い。こいつ絶対やばいだろ。シールドをリチャージする。当て感いかれてるって。
閉めちゃった、危ねえ。なんでうまくクラフトしたいわね。なんで当たんないのこれ。やっぱ俺やっぱね、なんかあるなこれな。シールドをリチャージ中。いやあいつね絶対おかしいよ。うん、初期バス初期スキンライフルおかしいよ。敵を撃破。うん、あのね、あの俺の当て方にあの当て感できるのはやばい。誰も私を止めることはできない。どこだ。あ、また利用されてない。怖。攻撃を受けてる。シールド終わった。シールドをリチャージしてるわ。あれぐらいだったら倒せる、正直。アワック持ってれば特に。ああ、登れなかった、クソ。ハボックは全部当たるけど、マジレベオがむずいな。反動が弱体化入ったからとかじゃなくて、多分なんか違うんだよな、やっぱり。ん、最強あったいっすね。ロッカー書いといた方がいいか、これもしかして。もしかして俺全員にこれ言うことになるじゃないか。ロッカー書いとくか、初対面みたいな。この調子だと俺多分あと400回ぐらい光るぞ。やめて来ないで。うわー、なんで今俺今拾った音聞こえたよ。やだ、君を殺して取る。よし、敵を撃破。あぶねえ。あ、危なかった。終わったと思った。次のリングに入ったわ。あー残念。長さに決めるか今回。裏取り警戒。敵を倒した。シールドをリチャージしてるわ。敵が近くに着手したわ。この上なんか敵熱そうだね。めっちゃ来てそう。はい、もらいます。これは右中かな。次のリングに入ったわ。遠近の者には心を落ち着けて。裏取りされたくないから置いとくだけでもちょっと時間稼げる。とりあえず敵を撃破。新しいキルリーダーは一人で立つ。なぜなんで危ねえ。出てきやがった。なんで開いちゃうの。危ねえ。なぜなんで今開いたんですか。それ俺しか操縦できないはずなのに。操縦ってか操作か。
あぶな。うわ、取られた、最悪。もうやべえ、最強だ。敵を撃破。いるね。あ、そうなんだ。それはね、大ダメージだね。なんで後ろにいるの。あなた誰。あなた誰、マジで。本当にあなた誰。無音すぎん。なんで俺クロス組まれてんの今の状態で。ここら辺だね、とりあえず。ここら辺付近だね。全然わかんないって、すごいね。こんにちは。されてるわ。あぶねー、取られたー。扉回収。上か、これ。うわ、くせえ。撃たれてる。もう次のリングに入ってる。誰も私を止めることはできない。敵を撃破。よーし、黎明を。レプリケーター接近中。うまくクラフトしたいのです。うますぎー。さあ、倒していくぞ。敵を撃破。最大レベルになったわ。まるでこの魔法は強力よ。オーケーよ。敵を倒した。急げ急げ。エサ持ってないか。攻撃されてるわ。あ、いいのいるやん。どうやって盛る？そうだね。シールドをリチャージ中。まあ、チーターからは逃げるだろ、とりあえず。もうこれはね、徹底しないといけないんですよ。愚か者にしよう。シールドをリチャージしてるわ。だからね、あれだね、とりあえずは、なんだっけ、あれあれいいよ、あの盛り方解説あげたんで、おすすめ。敵を撃破。強いこいつ、あっぶねー。シールドをリチャージ中。盛り方解説マジでおすすめあげたんでね。あれか、え、これ壁判定なんだ、やば。あー、取られた、最悪。切れそう。今7体ぐらい取ってんのかな、8体とか。あー、リングはすぐそこ。7、8ぐらい取ってそう。30秒あるわ。
倒した。シールドをリチャージする。この魔法は強力。頑張ります。円形のものにはフラットライン強えよ。いや遠いな。でしかも逃げるよね。あれあるあるだよな。え、何を言ってんのこれ。え、待って、こいつやばい。はこれ飛び、え、ジップライン中に今つきやがったんだけど。次のリングに入ったわ。遠距離は、しかもだめだな、全員スナイパーとかで遠距離でチュンチュンするから。レプリケーターが落ちてくるわ。敵の防御を砕け。攻撃を受けてるわ。どうだった。神様かもしれん。敵を倒した。まあとりあえず気をつけとかないとな。殺される可能性がある。でしかもバルキリー使ってるってことは本当にスナイパーでチュンチュンして繰り返しだと思う。敵を撃破。攻撃されてるわ。スナイパー多いねマジで。シールドをリチャージする。やりたい放題よ。シールド終わったわ。もう次のリングに入ってる。だめ、敵の足を。敵を撃破。シールドを砕いた。この魔法は強力に。テルミットを投げるわ。リングの閉鎖が始まっています。攻撃されてるわ。シールドをリチャージしてるわ。なんだこれ、取り手か。あ、くれ、ん？取り手か。クレーバーかと思った。死んでしまったぜ。壊してしまった。ナイス。スピファー、なんだろう、スピファーなんかかな。いる。俺あったよ。ガスオジア2枚いた。おおおお、1ダメージ足りない。逆にすげえ。ナイちゃーん、ジジー。じゃああと3、4回取りに行くか。やったぜ。まあ、ちょっとね、あと4回ぐらい使うわ。あっけなさすぎるんで。もうちょいやろう。